はい、おもちゃドヨンです。皆さんの中にはこのような人がいると思います。俺バイオリン持ってるよ。私もバイオリン持ってるよ。は、僕もバイオリンを持っているよ。あ、俺もバイオリン持ってる。このような人たちがですね、全多細胞生物の 75% 以上を占めていると思うので、今回はバイオリンのいろいろな技法について紹介していこうと思います。まず最初に紹介するのはフラジオレットという技法です。まずはフラジオレットというものをやってみます。今のようにですね、本来の音よりも甲高い音を出すことができるのがこのフラジオレットという技法です。で、このフラジオレットっていうのはどういう風にやるかというと、まずは普通にある音を押さえます。で、この音の3つ上の音を軽く指で触れるんですね。そうするとこのようにフラジオレットを弾くことができます。で、これをやるポイントなんですけども、この技法はですね、相当正確な位置に指を押さえておかないと音が出ません。どういうことかというと、ちょっとでも指がずれてしまうと、このようにですね、なんかスカッとした音になっちゃうんですね。なのでしっかり感覚を覚えて、このようにね、できるといいですねっていうお話ですね。フラジオレットができるようになると何ができるかというとですね、エラ呼吸ができるようになります。次に紹介するのはスピッカートという技法です。今のような弾き方がですね、スピッカートという技法です。で、この技法をやるポイントはですね、腕で弓を操るのではなく、指で弓を操ると、こういうような、ね、感覚でやるとできると思います。で、今のようなことを意識するとですね、このように、あ、これ弓飛んでるわ、これ、あ、俺も飛んでるわ、これ、 I can fly、 あ、もうこれライト兄弟もびっくり。次に紹介するのはピッチカートという技法です。まあ、これをよく見たことがあると思うんですけど、指で弦を弾いて弾くという奏法ですね。で、普通はね、弓を持ちながらピッチカートをするので、そういう時はどうするかというと、という感じでやるんですね。で、これのポイントなんですけど、まず大前提として、これは弦を人差し指で弾きます。それで普通にですね、弓でバイオリンを弾くときは、このように、この黒い指板という部分と、この駒のこの間のこの真ん中の部分を弾いた方がいいんですけど、ピッチカートの場合は、この指板のここら辺、ここら辺を、弾くとね、いい音がすると言われています。まあ、この奏法ができるとね、万が一弓を燃えるゴミの火に捨ててしまってもね、バイオリンを弾くことができますね。次に紹介するのは和音です。和音というのはですね、一度に3つの音を出すというものなんですけど、まあ、普通ね、バイオリン弾くとき皆さんね、こういう風に、重音をね、2つの音をバカみたいに弾いてると思うんですけど、それをなぜかというとですね、このバイオリンの弦っていうのは、こういう風に、こういう風になってるので、一度にはですね、二つの音しか弾けないんですよ。じゃあ、三つ弾くためにはどうするかというと、このようにですね、二つにモーションを分けるんですね。一回下二つの重音を弾いてから上二つの重音を弾くと。で、これを早くやると、この
ように和音を弾くことができますね。これができるとね、絶滅危惧種としてユネスコに保護されますね。で、最後に紹介するのはコレルーニョという弾き方です。これはですね、弓のこの毛の部分ではなく上の木の棒で、このように弾く奏法となっています。皆さんね、これを見てね、なんだそれすごいなーってね、興味が惹かれるなーってね、照り焼きバーガーって美味しいなーってね、わーなったと思うんですけど、僕ですね、これ使った曲聞いたことありません。でもちろんですね、僕はこれを使った曲を弾いたこともありません。でしかもですね、これをやるとですね、弓が傷んでしまうので、なるべくやらない方がいいと言われています。じゃあなんでこのような奏法があるのかと皆さん思うと思います。これはですね、僕もわかりません。だってこれ相当頭おかしいやつしかやんないでしょこれ。なのでね、 M 気質の方やバイオリンを破壊したい方はやってみてもいいのではないでしょうか。というわけでね、いろいろな奏法を紹介したんですけども、皆さんもね、実践してみてウェーイってね、やってみてはいかがでしょうか。